急事態です。ロケ終わったんですけど、乗ってきていいよって言われました。どうするんですか、壊さないでくださいよ。壊さないよ。今日は生意気なこと言うつもりで来たけど怖くて言えなかったんだから。壊さないように気をつけて乗ります。行ってきます。モーターズ。はい、急遽土屋さんの86に乗せてもらえることになりました。ちょっとじゃあね、ドライブ行ってみたいと思います。お借りします。俺今トリキンの86運転してる。緊張感がすげえよ。森戸さんの86に乗った時の5倍ぐらい今緊張してるんですけど、これ言うと森戸さんに怒られそうですけどね。はい、走り出しました。いい音。これで今3000ぐらいまでしか回ってないんですけど、めっちゃいい音する。おっかねえ。うちで取材したことがある根本くんの86の横に乗せてもらったことが一応あるんですけど、それとはちょっと気にならないくらいトルクありますね。今ちょっとこうグニャってね、右に曲がった道通ったんですけど、すげえこうハンドル切ったら切った分だけ曲がるっていうのをすごい今感じてるんですけど、助手席の T さん、はい声が裏返ってますけど、怖いよ。3000ちょっとぐらいからめちゃめちゃトルクが出てるんですよ。今20キロぐらいなんですけど、この感じわかるかな。映像の方でわかるかわかんないけど、音が変わるタイミングでめちゃめちゃ後ろから蹴っ飛ばされたような加速しますね。いや、これ回すの超楽しいな。35年前の車ですからね、これ。今まで乗ってきたチューニングカーのどれより楽しいかも。速で下の回転から回しても全然しっかり回るし、この音よ、めちゃくちゃ気持ちいいな。まあもちろんね、エアコンとかオーディオとかついてないっていう話ですけど、でもその乗り心地ってこれスポイルされてないですね。土屋さんの車運転してる怖さはあるんですけど、こうドライビングしてて車に対する不安感っていうのが全然ない。また音がいい。すごい運転手やる気にさせてくれる音してますね。まあ、普通に街乗りするのも40キロまでスパって加速して何も不安なく走りますね。これ今ね、こう40キロから50キロぐらいの加速なんですけど、3速でバーって踏んでって、ちょうどそのパワーバンドに入るのが3000回転ちょっとぐらい。すげえ気持ちいいっすね。いや、86ってこんな車なんだ。僕まあね、もう過去の動画で出てますけど、ホンダのビートに乗ってるわけですよ。でビートってすごい街中バンバンアクセル踏んでぶん回して楽しめる車なんですけど、この車もね、回すのが楽しい車ですね。本当に感じる。今さすがに街中だから4000回転ぐらいまでしか回してないですけど、7000まで行ったら何が起こっちゃうんだろうっていうワクワクがすごいこの中に詰まってます。助手席の T さん、はい、顔もこわばってますけど大丈夫ですか。顔もこわばりますよ。何が、大和さんの運転で土屋さんの86ですからね。いや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 、どういうことよ。もうね、僕は緊張で殺されるんじゃないかとね毎回思いますね、この企画は。いやー、ほんとね、助手席にいるから僕は安心してレポートができるわけです。これ一人だったら辛いよ。間違いない。本当にすごいいい車です。乗って楽しめっていうと安い言葉になっちゃうんですけど、これはぜひみんな触れてほしい、この面白さっていうのに。チューニングカーのしかも、まあ、ハイチューンドで200馬力、車重900キロちょっとっていうこのパッケージのね86に乗ってるわけですけど、突き詰めると本当にこんなに面白さを感じるんだっていう、古臭さは全く感じないですね。音とか見た目の話ではなくて、その走りにちゃんと現代に合わせてこう作り直されてる、まあ、これが本当に究極の86なんでしょうね。なんかしかも他に乗せたことないらしいな。らしいですね。ああ、なんてことだ。なんてことだ。モーターズの初だ。そのまま乗り続けるのも申し訳ないんで、この後返していこうと思います。安全運転で。はい、行ってきます。はい、今帰ってきました。土屋さんの86乗らせてもらったんですけど、めちゃめちゃいいっすね。いいよ。はい、いいよ。3500ぐらいですか、から余力がある。はい、ドンって上で出てくるんですね。なんかこうツーストのエンジンみたいな、上でバンって回るような感じがめちゃめちゃ気持ちよくて、ね、いつもだからこれで峠の魔王のタイムアタックの時は8500回してる。8500まで、びっくりしました。いいでしょ。はい、
だからやめられないんだよ、86は。この面白さってやっぱあるんですね。だから FT86 や BRZ も、はい、こういう道を歩んでほしいね。今時ああいう車を出してくれるわけだからさ、スバルもトヨタも、はいはい、これを大事にしたいよね。 AE86 の後に続く車になってほしいわけ。ああ、なるほど。30年後なんてカマちゃん死んでるからね。それは僕は何も言えないですけど。だからやっぱこういう人たちが、はい、もうその魅力を感じる車にしていかなきゃいけないんだよね。ベースとして、はい、トヨタとスバルが頑張っていろんなパーツを出してくれることによってさ、はい、ね、やっぱこういうショップたちが、はい、あ、トヨタが出すんだったらじゃあうちはこういう車ギアにしようとかね、はい、新しいものをこう、そうそう、夢が広がっていくよね。なるほど、そっか、チューニングパーツで夢が広がるんですね。確かに、そうするとこう遊びの幅も増えるし、競技で、ね、開発する方も切磋琢磨するし、そうなんだよね、はい、それがやっぱこう続いていくと、こう車産業、もう自動車アフター業界もめちゃめちゃ盛り上がってくると、うん、そう、いや、本当に今日は貴重な機会をありがとうございました。いい、いい、よかった。結構普段乗せたりとかするんですか？谷口なんかしょっちゅう乗ってるよ。そうなんですね。谷口さんと同じシートで運転しちゃいましたけど。最近あのグッスマのスタッフをやってサーキットにいるので、あ、前だから谷口さんに激辛焼きそばとかそういうのばっか食わされてるんですけど、うーん、僕わかんないけど、してやったり感が勝手にあります。ありがとうございました。すごい貴重な体験でした。はい、今日は本当にありがとうございました。いえ、それじゃあ今度こそまた